入り口頼めよ。いよいよワールドカップの はい、どうも皆さんこんにちは。本日はお忙しいだけどご出席いただきましてありがとうございます。さあ今日はどうでしょうね。本日の登壇者を待ちに待ったですね、メンバー発表でございます。このメンバー入ってないんですか。以前予想したやつ、いやコンディションあまり良くない、ぜひ見てください。その決断を西野監督がするかしないか、本当に感謝申し上げます。マジ出口頼むよ本当に。日本サッカーは西野さん、西野さん入り口頼むよ。ワールドカップに出場します。日本礼申し上げます。入り口頼むよ。いよいよワールドカップのカウントダウン直前、メンバー発表。メンバーの話ね。あ、でもハスが外れたらもう坊主やけどね。おい、池口外れた。池口出しとらんやん、これ。え、池口出しとらんやん。おい、池口外れた。池口出しとらんやん、これ。え、池口出しとらんやん。おい、池口外れた。出しとらんやん。え、池口出しとらんやん。あとあれだ、90% 以上の正解、90% 以上を1万円ゲームで予想当たったら、えじゃあ賞金した。おお、やばいね。さあ、いよいよですよ、発表をしたいと思います。23名でサムライブルー、18年ロシアワールドカップへ向けてのメンバー、入り口頼むよ、発表したいと思います。ゴールキーパー川島、東口、田中村、まあまあ妥当やもんね、キーパーは。スピードプレーヤー長友、牧野、吉田、長谷部先に出とるやん、酒井宏樹、酒井豪徳、庄司、遠藤、上田、長谷部、本田、乾、入った、香川、あ、香川行ったやん、山口、原口、宇佐美、柴崎、あ、柴崎行ったよ、大島って、あ、昨日出とったか。大阪、岡崎行ったね。武藤、以上、23名。井戸口は、明日、23名、これ井戸口はオーストリアに抜け、入ってないよ、出発をしたいと考えております。以上です。ポーズや。はい、それでは皆様のお手元にメンバー、コンディションの入り口は少し整ってない選手とかも入ってますけれども、やっぱりそれよりかも経験と実績、まあチームの安定感っていうのを優先した選考になったかなっていう感じはしますね。して先ほどのスタジオでもその尖った選手、はい、もしかすると今までのテーマに入ってなかった選手、まあ、いやとりあえずちょっと、まあ、可能性もあそうそうですね、まあ久保なんかは昨日の正解率を出してみようかね。コンディションの良い選手を入れた方がサプライズもなく入り口が外れるというサプライズ、非常にこう伸びている選手たちですね、います。はい、でこれから飛躍してくれるであろう選手たちも候補がみんな発表されたんですよ。そういう中ではその背番号通りかなという感じがしますね。そうよね、確かそう、入り口27番やったんよ、23以上でしたけれども、最後の最後やったんよ、番号がそこのところにちょっと怪しいなと思ったら、まさかね、やっぱり、やっぱりっていうか、って感じでしたね、もう。